献血者が減る傾向にあるこの時期、献血への協力を呼びかけようと、インフルエンサーで献血推進ガールのカシスオレンジさんが太白区の会場を訪れ PR しました。太白区にある KHB 社屋前の森の広場公園には献血バスが設置され、社員や近所の人たちが献血に訪れていました。仙台在住のインフルエンサーで献血推進ガールを務めるカシスオレンジさんも会場を訪れ、献血に協力した人たちに手書きのサインとメッセージを添えた記念品を贈りました。献血来てくれてありがとうということを言いました。怖いイメージをなんかなくすようなことを発信していって、なんかこう広められたらなと思ってました。例年冬から春にかけてはインフルエンザの流行などで献血に協力する人が減少し、輸血用の血液の確保が難しくなるとして、日本赤十字社では献血への協力を呼びかけています。